邪魔だ。暴れるぞ。油断したな。
あれは砂嵐か。 さっきのは何だ。はい、詳しくは解析中ですが、先ほど出現した砂の巨人からエンシェントマターに似た反応を検出しました。関連は不明ながら、あの巨人もエンシェントマターを狙っているようです。面倒だな。またどこで現れるか分かりません。くれぐれも気をつけてください。
エンシェントマターに接近しています。この先に小型魔鋼炉があるはずなのですが、もしかしてあれ、形状の変容を確認、シンラ以外の何者かによって増築された形跡があります。何が待ち、モンスターの巣、あるいは砦といったところか。絶対開かないって感じだね。あ、スキャンを実行。シンナのデータベースにヒット。覇王文書という古文書に記載された文様との類似を確認、解読を試みます。クラウダさん、この扉を解放するには砂漠に点在するサボテン岩を見つけ出す必要があるようです。サボテン岩？砂漠地方で採取されるサボテンに似た鉱石です。クラウダさんがこの扉に触れたことで鍵となるサボテン岩が緑色に輝いているはずです。それと近くにサボテンの形をした像がありませんか？この像を掲げると扉の鍵となるサボテン岩まで皆さんを導いてくれるようです。何やら試されているようだな。よろしくお願いします。ごめんよ。
識よ。切るんだ、ここは。ずるいな。仕留める。力を見せてやる。視線を切り裂き、畳みかけ。終わったな。
クラウドさん、ライフスポットから得た情報を分析した結果、新たなクラフトチップを発見しました。砂漠化の煽りを受け、放棄された廃村に眠っているようです。このまま放置しておくと、さらに砂漠化が進み、村ごと砂に飲み込まれてしまうかもしれません。今のうちにチップの回収をお願いします。
ある？サボテンダーは代々エンシェントマダーを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主？そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話？本当にそんなのあんの？俺たちの物語をバカにしないでくれるかい？おっと、慌てない慌てない。俺はキッド G、ゴブリン一族の末裔だ。今は古の盟約に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる、伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターが喋らないなんて人間の先入観だね。ふん、一理。サボテンダーの聖典、覇王文書の一節。砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいかじっくり見せてもらおうか。なになになに？これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい？え？私？思っていたよりやるね。エンシェントマターを渡してもらおうか。
随分と変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ。ほら。それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。グランドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴムリ、砂漠に現れた謎の巨人サボテンダーの聖典覇王文書、僕の体温上昇を検知、僕は今興奮しています。早速エンシェントマター、いや砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号魔航路へ向かってください。ねえ、小型の航路っていくつもあるの？はい、砂漠にはゴールド操作へ電力を供給するために建設された小型魔航路が複数基存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサと。その魔航路も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。砂にサボテンエキスを混ぜて固めたようですが、耐久性は神羅製よりも優れているかもしれません。Thank you.
おお。店員は探しといきますか。Thank you.
サンダーが好きなんです。だって巨大ロボットですよ。最高です。アレクサンダーってどうしても会いたくて、わざと悪いことをしようか悩んだくらいです。だから次はどんな知識が手に入るのかすごく楽しみです。これでコレルにあるクリスタルは全て解析できました。お疲れ様です。アレクサンダーのいろんな知識が手に入って感無量です。ありがとうございました。あ、でもクラウドさんはまだ召喚マテリアをお持ちじゃなかったですね。まずはバトルシミュレーターで召喚銃に挑戦してみてください。